まちゃこ先生です。本日のゲストはうさもとうさん、うささんと呼ばせていただきます。書きたい字は春雨知恵熱、これはですね NHK の5分アニメのキャラクターの名前でございます。それではズームにつないでいきます。あ、今日はスカイプですね。もしもし。もしもし。こんちゃー。こんにちは。え、これ見える?この画面。大丈夫?見える見える見える。オッケー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 。ちょっと軽く自己紹介してもらってもいいかな?名前は、うさもとうです。歳は14歳です。若い。若い。若い。お願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。今回書くね、好きなものなんだけど、何のキャラクターだったっけ?ちょっと教えてもらってもいいですか?哀れ名作くんです。ね、NHK の5分間番組のね、準レギュラーなのかな彼は。そうそうそう。声優さんが、花井夏樹さんっていう。そうそう。で、教えてもらってさ、YouTube で遡れる限りなんだけど、一応全部見た。あ、見てくれたんだ。いやー、めっちゃおもろかったよ。いやー、ありがとう、よかった。結構なんかさ、教室の黒板の後ろの落書きとかさ。あ、気づいた、気づいた。そう、すんげー細かいの、ネタが。うん。まじ、うわ、すごい、すごいな。結構あるでしょ。結構あったよ。あとなんだっけな。まあ、さすがにね、そっちは全部じゃないけど、なんか、シーズン5始まりますとか、シーズン6始まりますとかの、キャストトークとか。すごい、そこまで見てくれる人は、初めてだよ。嘘、ほんと?やったね。ちょうど、今撮影してんのが4月、え?今日何日 ?4 日か ?4 日4日。4日ね。4日だから、おとといの第6期の最初?うん。見たんだけど。見た?見た見た。もう、学園コメディじゃない。天スラだった。そう、名作系男子が転生したら異世界だったけど。もうがっつりバグっとったな。で、なんか、ちょこちょこさ、ドラクエとかさ、入ってた、死んでしまうとは情けないとかさ。あ、そうそうそう、結構なパロディーがあ。あれ見たよ、ロッキーのさ、よく仕上げたね、イラスト。いやー、頑張ったんだよ。めっちゃ可愛い!めっちゃ可愛いんだけど。ありがとう。この短期間であのクオリティで仕上げるのすげえ愛だなって思って。ロッキー決まった時もなんかロッキー決定おめでとうみたいなイラスト描いてたでしょ。うん、描いた。もうなんかいいなって思いながら。愛だわ、愛。そうだ、もう なんか決まったらすぐ描こうと思ってちょっと、うん。もう感動した、イラストを見た時。あー、ありがとう。とりあえずちょっと一文字目、ちょっと春雨の春からいこうかな。はい。ちょうどこう三角みたいになってて、このバランスバッチリで、もうちょっと気をつけるとしたらね、少しこう曲げるというか、そうそう、反らすイメージで。なるほど。ちょっと一個書いてみて。おーめっちゃいいじゃん。変わった変わった。やったやった。オッケー、じゃあ春おしまいね。今回ロッキーでさ、会長、いきなりは来ないかなとか思ってた?うん、正直来ないかなって思った。ああ。うん。で、会長がさ、だからどういう感じで入ってくるんだろうなと思って。ああ、そう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 。そう、いや、いつか、本当に自分の妄想になってしまうけど、いいよいいよ。名作君たちのライバルのパーティーみたいな感じで出てくる。いや、ありそう、ありそう。副会長とかね、生徒会メンバーもなんか来て。あ、来てほしい。急に何の、なんか脈絡もなく、中ボスとかで出てきても面白いけどね。魔王軍みたいな感じ。来てほしい。会長、うどんとかさ、どうでもいいこと言うじゃん。こういうこと言う。わざめうどんにしてきた。それぞれさ、あれ、職業あるじゃん。名作は勇者でしょ?ボルト何これ?ボルトは多分戦士かなーって思う。ああ、戦士か。ノキオは何これ?アーチャーとかかな?ああ、いい。スルコーはなんか監督曰く空賊、うん。ああ、かわいい。そう。スルコーを描きたかったから全員描いたって言っても過言ではない。いや、うん、スルコーこれめっちゃかわいいよね。衣装がかわいい。フリフリして。うん、はい、次雨いきましょう。はい。春雨ね。ね、ちょっとカッコつけるとしたら、ここを斜めにするとかっこいい。うん、なるほど。ほい。
そう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 、うまい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 。うまい、いいいいいい、上手上手、素晴らしい。よっしゃ。もうこれで、ね、推しの名字が。やったーこれなんでさ、会長さ、この名前なの？あー、なんか前に監督が配信で言ってたんだよな。あ、そうなの、ちゃんと由来あるんだこれ。由来っていうか意味はなかった気がするなんだっけ、なんか言ってたんだよな、忘れちゃった、ファン失格だと、後でまた、あの、配信見てこよう。え、その何、その監督が喋ってる配信っていうのはメンバーシップで見れるの？いや、監督の YouTube チャンネルがあって。あ、監督さんの YouTube か。そう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 、作業配信やりますって言って、そこで質問答えてくれたりしてくれるから、会長の誕生日とかも、見た見た、2月2日なんでしょ？そうそうそう、私と誕生日同じなんです。すごい。そう、マジで配信が気になるのでびっくりして。すごい、もうもう本当に運命だって。運命だよそれ、すごいね。推しと誕生日一緒なんて初めてだよ。わー、すごいね、めっちゃ嬉しいじゃん。そう、めっちゃ嬉しい。自分の誕生日よりも推しの誕生日優先になってしまったその監督のあれ YouTube 行くぐらいもう名作くんの情報を追いかけてたんだね。もちろんだよ、もういろんなの知りたいもんすごいな、徹底しとるわ名作くんのいろいろを知りたい。あ、だから速攻でメンバーシップも入ったし。あ、メンバーシップやっぱ入ってんだ。そう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 、めちゃめちゃ苦戦したけど、ネットを調べまくって、うん、ほとんど道が塞がれてて、うんうんうん、一つだけなんか行けるのがあって、うん、できた時もめちゃめちゃ喜んだ支払いができただけなんだけどすごく嬉しかった。そうだよねピッさん、名作くんの作ってる会社にお金を渡せるという。あー、そっかそっか、それはね、嬉しいわな。え、メンバーシップは月いくらなの？月490円。あ、そうかそうか、じゃあまだワンコインぐらいでいけるんだね。そう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 、なるほどな。まあ、でもさ、14歳のさ、500円って結構でかくない？結構でかいけど、名作くんであれば全然安い。ああ、そうか。ほんと愛だね。いやー、すごい。もう尊敬する。普段はもう100円ですら、もう絶対に、使いたくない。そんな感じなん？そろそろ、貯金箱の中身が空っぽいなり。どうすんのこれから、それが底ついちゃったら。実は、LINE スタンプ一応作れるんですよ。なるほど、稼げると。そう、一応稼ぐ手段はあるっていう。すげえすげえ。でもなんか、スタンプ作るのって、一個一個ワードが必要じゃないですか。うん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 。それを40個考えるのがすごい大変で。使いやすいやつとかさ、まあ面白いやつとかいろいろ入れなきゃいけないしね。そう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 。確かに。うん、でもあんなにイラスト上手だったらさ、ちょっと面白いの思いついたらいけそうな気がするけどね。いけるかないや、だってもうデジタルを使いこなすっていう意味での画力はもうものすごい高いと思うから。ああ、ありがとう、ね、いや、もう結構いろいろプロの方に聞いたりして練習して。そうなんだ、そんな結構。へえ、すげえじゃん。ありがとうちょっとじゃあ、知恵熱の地位終わったら、イラストの話もうちょっと聞きたいの。あ、了解です。オッケー。この上の方が下よりも長いとかっこいいのね。あ、そうなんだ。そう。だからこの1、2画目を割と下の方から始めるとかっこよくなる。なるほど。完璧ー。おー。めっちゃいいじゃん。え、意外と地って難しいんだよ。そう、難しいんだよ。意外いや、でもだいぶ良くなったと思うよ。あ、ありがとう。イエーイ。え、イラストはどれぐらいから描いてるの？小6でなんか、今までパソコンクラブだったんですけど、うんうんうん、漫画イラストクラブに入った子がみんなめっちゃ上手くなってたから、え、自分も入ったら上手くなれるかなって思って。あー、なるほどなるほど。絵描くの楽しくなっちゃって。あー、いいじゃん、それ。イラストの描き方の本とか、うん、うんうんうん。自分でめっちゃ勉強して、そっから描くようになったっていう感じ。へー。いい入り方だね。
最初に買った本が、うん、右キャラの書き方で、要はスーパーデフォルメだよね。こういう二等身みたいなね。そう。はい。絵柄がすごいデフォルメになっちゃったもん、ね。うん。後からちょっと後悔してるって、ね。いやでもいいじゃん。一個得意な絵柄が見つかって。うん、よかった。そこはなかったと思う。うん。今はじゃあ美術部に入ってるってこと？そう。今美術部。なんかさ、やっぱ絵描けるとその好きな作品に出会えるとさ、やっぱファンアートが描けるじゃんね。そう。あの、今までそんなに好きなアニメっていうか、ファンアートを描くほどのアニメがなかったんです。会長が、その呪熱が現れて、それで一回描いてみたんだよ。そしたら、もうキャラクターを描く楽しさに気づいてしまって、完全に会長ばっかり描くようになってしまったっていう。ああ、なるほど。楽しいよね。楽しい。めちゃくちゃ楽しい。やっぱ、自分の好きなキャラを動かせるっていうのがいいんだよね。そう。もう、イラストの練習を始めた昔の自分に感謝。じゃあね、知恵熱の A いきますぜ。はい。おい、絵はね、真ん中を揃えてやるとかっこよくて、心の1、2、3画目の始めがちょうどね、字の中心に当たるとバランスよくなる。じゃあ、おい、行きます。はーい。すごーい心うまいね。ああ、ありがとう。上手。難しいのに。よし、もういいぞ、これ。もう熱いきましょう。あ、やったえ、会長ってさ、何年生？会長は、あの、監督的には、多分、小学10年生。だから、実質高校1年生なんだよね。ああ、なるほど。卒業っていう概念があるのかも謎だけどね。みんな、いつ卒業できるかは知らされてないらしい。やべえ学校だからな。よし、じゃあこのまま熱いっちゃおうかな。上は、ちょっと長めにしてほしいな。ああ、なるほど。そう。そう、めっちゃいいじゃん。やったかっこいい。いいじゃん。よっしゃ。ほんじゃあ最後に、おさらいっつうことで、あの一番最初にね、書いてくれた字の下に、本番いっちゃいましょう。はい。おい。おーお疲れ様ー。いやー、すごい。なんか全体的に、春雨がキュッてなった。おー、すごい変わった。かっこいいね。シュッてなってキュッてなって。すごいね。自分で感じる？感じる。ほんと。どれが一番自分で良くなったなって思う？エッチでしょ。エッチ。しかも、ずっさいくらちょうど今1時間くらいかな、あとちょっとで。あ、そうなんだ。あ、ほんとだ。1時間もうこんな経ったの。な、今何分くらいだと思ってた？え、30分とか15分とか。今日は会長について喋ったり書いたりしてみたけど、どうだった？やってみて。いや、めちゃくちゃ楽しかったし、なんかもう、あの、名作の全部見てくれる人は、すごいなって思った。めっちゃ字も上手くなったし、私、字が下手っていう自覚があったというか、なんか、先生に、このクラスは、あの、字が上手い人が多いんですよね、って言って、私、出席番号34番なんですけど、31、32、33、34の手前で止められたんですよね。うわー、何それ。ショックでした。すべての漢字の中の5文字に関してはもう自信持っていいから、マジで。いや、私もね、名作くん知らなかったけど、その、春雨知恵熱くんを通して、あの、作品自体も知れたし、ロッキーもね、あの、早速録画しまして、ちょっと今期をね、楽しみながら見させてもらおうかな、と思います。あ、もう、ぜひ見て、絶対楽しかったらもう。ということで、今日は、うささんと、春雨知恵熱くん、名作くんのキャラクターについて喋りました。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。また来てねー。じゃあねー。バイバーイ。